こんにちは、土の子です。さあ今日はポケタルの更新日、更新はですね、ギャラドスとかボルトロスとか、再登場のやつが出てきて、ポケモンサファリ再開催に出てますね。捕まえてる？あー捕まえてないこあのポンチョピカチュウが捕まえてないっていう、ちょっとなかなかひどいサファリが開催しますね。そして色違いギャラドスのポンチョピカチュウにチャレンジと。新王キャンプは時間制ですね。とりあえずじゃあハイスピードチャレンジピカチュウ行きましょうか。さあ時間制なんで、グランドコンボもしくはねアップダウンで、でバクーダでやってみちゃいたいと思います。どうだ。うわマジか、なんだこれ。ちょっと待って、あやばいそういう系ね。これまずはこう綺麗にしていかないとダメだ。あちょ待って、うわ固められた、もう嘘だろう。あそうだ、すっかり忘れてた。あのちょこちょこ動かしたらいいんだ、無理して動かそうとしないで、ちょこちょこ動かせが可能ですね。ちょっとすっかり忘れてた、しっかりやっていきましょう。まずここきれいにしちゃいますね。でここ何回も動かすとこう切れていくので、あとは気にせずに。いやー11秒残りましたね。なんかパズルだと思って、なんか普通のステージだと勘違いしちゃった。さあポケモンゲットタイム4からの 16% ですね。スパボリセット使いましょうか。お願いします。どうだ、耳がちょっと垂れてるのが可愛いな。くさあもう一度綺麗にしてから、パッ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 と動かしてグランドコンボしつつ、しっかりコンボを続けていく。はい、オッケー。20%。お願いします。捕まんないかな。プシッ。ああ、残念。来い。よし、これはゲットできたでしょう。79%。どうだ。来い。よし、オッケー。新王キャップは攻撃力60でブロック弾きですね。ブロックを2個消しダメージアップ。最近こういう多くなってきたな、弾き系ね。さあ次色違いギャラドスピカチュウですねもう色違いギャラドスポンチョピカチュウか、わ名前がちょっと難しさ3って書いてあったかな。さあこれもちょっとお邪魔がまずわからないので、このまま行きましょうか。なるほど、こういう系か。バリア消しが必要でしたね。バクーダ、うわー しんどー、これしんどいなー。スピアバリア消し、スピアの方が断然いいね。スピアバリア消しアップダウン、いやどうしようかなディアンシーの方がいいかな。ちょっとバリア消しがいないんだよね。ディアンシーのスキルチェンジがメガパワーでしょ。ディアンシメガパワーにして、で速攻メガ進化させるみたいな、この方がいいような気がしてきたな。よしこれでいってみよう。よしまずはメガパワー失敗、メガパワー失敗畜生
メガパワー成功させてくれ。ほい、メガ進化した。こっからディアンシーが決まれば強いんだけども、あーですよね、やっぱりそこ来るよね。いやー参ったな。これでようやくダメージが入るって感じだけど、ちょっときついかも。またディアンシーがいない、頼む降ってきてくれ。よし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 、これが強いよね。残り手数2、スピアでもいい気もするけどな、ちょっと難しいな。さあポケモンゲットタイム8からの 16%、 どうでしょう。ピシッ、来い来い。32%、どうだ。ピシッ、おーよし、ゲットできました。まあスピアかね、ディアンシーがおすすめなんじゃないかな。なかなかの難しさですね。攻撃力50で L アタックですね。はい、ということで今回新しいポケモンはそんなこんなもんかな。そしてサファリが始まると、サファリのギャラドスポンチョとコイキングポンチョのピカチュウと、これを、次回はねゲットするまで動画出していきたいかなと思います。電気タイプのポケモンで挑戦するのがおすすめということで、でもポンチョピカチュウは電気じゃないと思うんだけど、さっきみたいにね地面タイプが強いんじゃないかな。ちょっと何でいくか、まあ、よく考えてからいきますね。お邪魔対処にはやっぱスピアがいいかもしんないな。ということで、もしねこれ僕も残してますけど、何か今日来たらねマギアナでレベルアップさせようと思ってやってませんでしたが、大した更新なかったので、早めにねマギアナも使ってねレベルアップさせるといいと思います。メインの方もなんとかね捕獲終わりましたよ。ということでサファリね頑張ってやっていきましょう。それじゃあ土の子でした。